皆さんこんにちは、伝谷絵里香です。なんとこの度トライアスロンに挑戦することになりました。目指せ2020年ホノルルトライアスロン完走ということで、ちょっと目標が大きすぎて不安なんですが、やっぱり私一人では心細いので、心強いコーチに指導していただくことになりました。中島コーチです。こんにちは、よろしくお願いします。できますかね、大丈夫ですかね。大丈夫です、僕がついてれば、はい、厳しくやりますんで。厳しく、嘘です嘘です、楽しくね、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速、はい、トレーニング、はい、と言いたいところですが、まずはアイテム選びから、はい、アドバイスしていきたいと思います。お願いします。いろいろ道具が必要ですからね、はい、はい、まずウェアなんですけども、はい、トライアスロンのウェアっていうのはこういうあのワンピースのこういうウェアをもうずっと通して、水泳から自転車、ランニング、もう全部これ1枚で、はい、終わらせてしまいます。着替えはなく、なく、はい、でトレーニングそれぞれあの水泳、自転車、ランニング、うん、必要なものがあります、はい、まずは水泳ですけども、はい、まあ、今着てらっしゃるようにね、あの普通の競泳用の水着、うん、はい、泳ぐために作られた水着であれば特に問題ありません。水泳は比較的道具なしでトレーニングができるので、特別指定もないってことですか。そうですね、はい、あとはテンションが上がる色とか柄を選んでいただければ大丈夫です。はい、わ、はいはい、かりました。はい、はい、